京阪応答線。応答線は、京都府京都市東山区の三条駅から同志、左京区の出町柳駅までを結ぶ京阪、電気鉄道の鉄道路線である。なお、正式な起点は三条駅だが、列車運行及び旅客案内では、出町柳駅から三条駅へ向かう列車が下り、逆方向が上りとなっている。 路線名は、鴨川の東岸を走行することに由来している。京阪本線の実質延伸線として鴨川沿いの川端通の地下に建設され、全線が地下線となっている。わずか 2.3km と短いながらも京阪線、京都側における分散型ターミナル、京都市営地下鉄と並ぶ、市内機関交通としての機能のほか、大阪方面と、 平山方面、平山電鉄平山本線の連絡という三つの主な機能を持ち、通勤、観光に多く利用されている。出町柳駅三条駅の間では、約12メートルの標高差、高低差があり、駅構内の勾配は2パーミルだが、駅間は12パーミルの勾配区間である。開業当初から、設備投資、約百六十億円と施設使用料を支払い 累計約230億円の回収のため、普通運賃で60円の加算運賃が設定されており、大東線内各駅、三条駅から出町柳駅方面も含むかの初乗り運賃は2017年、現在210円となっている。開業直後の定期運賃は、当時系半電鉄の最長区間であった、淀ド橋駅、坂本駅間より、 淀屋橋駅で町柳駅間の方が高額であった。2017年現在の応答線を利用する場合の通勤予定期券は、京阪本線より1ヶ月あたり2200円高額となっている。2016年度末の回収率は31.8%であり、過去4年間で3.9%を回収した。 回収に回す金額の大部分は、この60円の加算運賃で賄っている。加算運賃が、いつまで稼られるのかは未定。京阪本線、中野島線と直通運転が主体であり、朝の三条発出町流域一本を除いて、すべての列車が、大阪の淀屋橋、中野島方面と直通する。特急、準急、平日朝の淀ド橋、中野島方面は、 通勤・準急、普通がほぼ終日運行されているほか、朝とシニアに、快速急行、朝ラッシュ時は、通勤・階級、急行が運行されている。唯一の途中駅である神宮丸田町駅には、急行以下の種別の列車が停車する。山条駅では、ほとんどの時間帯において、上下線とも、速達列車、特急、快速急行などと、準急。 普通との緩急接続が行われいる。当線の免許は1924年、大正13年に、京福電鉄の前身である、京都電灯が取得していた。京都電灯は1925年、大正14年に、永山平坦線、現在の永山電鉄永山本線を開業させたが、応答線については、京都市電と平面交差になることや、 警官の問題から着工できず、ようやくまとまり応答線建設のために資材を用意するも、1934年、昭和9年の室戸台風や、翌1935年、昭和10年の鴨川大洪水で資材が流出したり、これらの被害復旧のための資材として流用され、その後は戦時体制と戦後の混乱で着工できなかった。戦後、1948年、 昭和23年に当時の京都市長神戸正夫が京阪神急行電鉄京福電鉄に早期開業を要請したのを受けて1950年昭和25年に応答線建設準備委員会が立ち上げられ免許出願に向け準備を進めたがことの美観を損なうなどと反対する動きがあり京都市会でも問題とされた市会で公術人として呼ばれた クワハラ・武京都大学教授は、堤防上を電車が走るのは、ことの風知を損ななどの反対意見に対し、すでに長い間、七条から三条まで、堤防上に走っている。三条四条周辺では、鴨川べりを桜や柳のコの間を電車が走っているのは、趣向があって良いのではないか。それを眺めていて、腹が立ったことは一度もない。と賛成意見を述べた。しかし、 司会は路線の地下化や報奨金支払いなどの費用負担を要求するという厳しい条件を突きつけたため計画は頓挫し長らく幻の路線と呼ばれた。前述の鴨川大洪水を受けて計画された鴨川改修工事に合わせて京阪本線を地下化する基本計画が策定され京阪本線が京都市の東西交通のネックになっていることから地下化が具体化するのに合わせ 1972年、昭和47年に、京阪電鉄が中心となって、鴨川電気鉄道が設立され、鉄拳工団、当時による P 線方式で、ようやく着工された。1989年、平成元年に、京阪電鉄が鴨川電気鉄道を合併し、同年京阪応答線として開業した。当初は、出町柳駅から、 永山電鉄永山本線、1986年、昭和61年、京福電鉄から分離上都と直通運転する構想であったが、双方の車両規格、編成長や輸送需要の差が大きすぎることもあって実現しなかった。またこの際特急は、すべて7両編成、その後1997年から1998年に、かけて8両編成化に統一され、 輸送力が強化された。開業後は、沿線の通勤客のみならず、出町柳駅近くに立地する京都大学、同志社大学、同志社女子大学、京都聖火学園中学校、高等学校などへの通学が大幅に便利になったほか、直通運転は実現しなかったものの乗客の減少で経営が悪化していた永山電鉄が、一気に乗客を取り戻すなど応答線開業の 効果は大きく現れている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。